この動画には、不快に感じるような表現が多く含まれています。それをご理解の上、ご視聴ください。よし、拠点の整備はひとまず終わりっと。一息ついたし、何か新しいものでも作ってみようかしら。あら、これ、マニピュレーターよね。でも、色が違う、もしかしたら、上位版かしら。せっかくだし、作ってみよっと。必要な素材は。この、AI チップ、ってのだけまだ見たことないわね。リサーチにあるかしら。あー、これね。うん、リサーチのための素材も大丈夫。よかったわ。じゃあ、というわけでリサーチ。よーし、そしたらもういきなり作っちゃって。できたわ、どんな感じかしら。うわぁ、すごいマゼンタ色ね。確かこれ。パーソナルトリコーダーのこの画面で。わぁ、セットされた。なるほど、こういうこともできるのね。さて、普通のマニピュレーターと何が違うのかしら。ブロックで試してみよっと。へ。これは、ものすごい掘削力ね。前のマニピュレーターとは比べられないくらい、もっと早く作っておくべきだったかもしれないわ。さて、じゃあ、サリーを呼ぼうっと。今日はどこに行こうかしら。あ、そうだったわ。前の探索で持ちきれなかった荷物が確かこれに入ってるのよね。これをしまってから、探索に出かけようっと。にしても、奇妙なところだったわよね。あそこにいた人たち、みんな変な格好してたし、隠された部屋があったし、それで、この見たことのない、得体の知れないアイテムたちがあったのよね。ほんと、これ、何なのかしら。知りたい？はう、誰、ふふ。そんなに驚かなくていいわ、誰なの、ふふ。あなたが一番よく知っている存在よ。私が一番。でも、それは今はどうでもいいことよ。あなた、そのアイテムについて知りたいのよね。まあ、そうかしら。探求心をごまかさなくていいのよ。あなたはこれに強い興味がある。そうでしょう。そうね。ずっと気になってるわ。ふふ、やっぱり。今から、私の言う通りにすれば、それの正体を知れるわ。本当？もちろんよ。それじゃあ、まずは船に戻りなさい。そこから、アトロプスの惑星に向かうのよ。アトロプス。って、あの気持ちの悪い惑星よね。なんであそこに？あら、そうかしら、とても良い惑星だと思うのだけど。冗談じゃないわ。あんなところのどこがいいのよ。装備の用意をしてなかったらどうなってたか。あなた、オーグメントを装備してあの惑星に行ったのね。それならそう感じたのも無理はないわ。どういうこと？あの惑星は、未知の知識の宝庫なの。その知識は惑星のその特殊な環境から与えられるわ。ただ、すべての人間がその知識を正常に受け取れるわけじゃないわ。オーグメントは、受け取れない負け犬。人間が狂わないために作られたものよ。でも、あなたはそれを装備する必要はないわ。なぜなら、あなたには知識に耐える素質があるから。意味がわからないわ。まだ何もしていないもの。わかるはずがないわ。さあ、着いたわ。EPP を外して、降り立つのよ。大丈夫なの？言ったでしょう。あなたは選ばれた人間なの。惑星もきっとあなたを歓迎するわ。でもいいから、早く降りなさい。真実はそこにしかないのよ。頭が。痛い。ダメじゃない。早く、
EPP をつけないと、もう遅いわ。あなたはこの世界の真実に目覚めようとしている。引っかえそうなんて思うだけ無駄よ。さあ、もっと感じるの。あなた。本当に。誰なの？答えなさいよ。あなたは、この世界の神になるのよ。セール、起動しました。さあ、船長、今日も張り切って探索に行きましょう。あれ、船長、やっと起きたのね。誰ですか？今、あなたが言ったじゃない。私はアンバー。あなたの船長よ、セール。さあ、早速始めるとするかしら。待ってください。あなた、本当に船長なんですか？そうよ。何回も言わせないで。AI なんだからわかるでしょ、セール。それはまあ、見た目はそうですが。というか、私の呼び方、変えたんですか？呼び方も何も、あなたもともとそういう名前じゃない。いえ、そういうことではなくてですね。ほら、いつも船長は私のこと、サリー、と呼ぶではないですか。あの子、機械にそんな名前をつけて呼んでたのね。バカバカしい。いい。セール、一つ言っておくわ。あなたは私の友達じゃないわ。あなたは私が船を出したい時に出せるようにしてくれればいいの。だから、余計な口出しは一切不要よ。船長。船長がこんなことを言うなんて、いつもの様子からは考えられません。余計な会話はいらない、と言ってましたが、ここは聞くわけにはいきません。船長に何があったのか、確かめなければ。何よ。機械と慣れ合ってる時間は私にはないの。いえですね。船長は今何をしているのかと。何って。決まってるじゃない。私が研究するためのラボを建てようとしてるのよ。新しい部屋を作るんですか。当たり前じゃない。本物の知識を前に、こんな部屋はゴミくずみたいなものよ。ゴミくず。まあ、役立つものもあるわ。だけど、それらは知識を形にする道具でしかない。元となる設計図がなければ、それはゴミ同然のものよ。だから、私はその設計図を書くためのラボを作るの。これでわかったかしら、セール。まあ、機械のあなたにわかるわけないでしょうね。こんな。船長が完全に別人になっている。言っていることもいつも以上に尻滅裂です。しかし、どうしたら元の船長に戻ってくれるのか。歯がゆいですが、今は観察を続けるほかなさそうですね。よし、完成ね。少し質素すぎませんか。そう。あなたにはセンスがないのね。どこからどう見ても完璧な部屋じゃない。この部屋から、宇宙は混沌に包まれていくのよ。ああ、はっは。なんだか、とてつもなく嫌な予感がします。大丈夫でしょうか。さあ、始めるとするかしら。宇宙の真実を探求していく上で、アイデアは必要不可欠なもの。だけど、この子の頭の中身はどれも陳腐なものばかり。私に必要なのは、危険で、刺激的なもの。そう、このオートプシーテーブル、のように、解体テーブル。何をすまちなさい。何よ、このチンケなメモは、チンケとは失礼な。それは私が用意したもので、まあ、いいわ。作り直してあげる。ちょっと。ふん。これで少しはマシね。ああ。さて、確かストレージに解体できるものがあったはずね。そんな、生物なんて。って、なんでこんなものが。何よ。あの子、意外とやるじゃない。さあ、その中身を見せろ。最悪です。
あ、はっ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 は。そう、これよ。これこそが私が求めていた刺激。でも、まだ足りないわ。次、次よ。どんなに素晴らしい発想も、保存をしなければ意味がないわ。だから、これを作るの。トームダイス。私の思考を書き留めるもの。船長の思考を。いや。それは少し違うわね。正しくは、私が勝手に思考したことね。意味がわかりません。まあ、見てなさい。あれ、ここは科学前哨基地。何をしに来たんですか？コーヒーを買いに来たのよ。スタバで。コーヒー。そう。私に鞭打つ飲料。これがないと始まらないわ。さあ、物書きになる時よ。さあ、うなれ、私のペン先。ふふ。成功ね。あはは。さあ、アイデアを得るための準備はすべて整ったわ。ここからが本番よ。これ以上があるんですか？ふん。せいぜいそのレンズに焼き付けておきなさい。私が作る、真の技術というものを。さあ、まずは精神を使う、すべってのを見せてやるわ。精神を使う、ですって、精神の持つエネルギー。精神エネルギー、っていうのは、とても凄まじいものだわ。そんなもの、あるはずが。残念だけど、あなたは間違ってるわ、セール。精神エネルギーは本物よ。これから私は、精神エネルギーの宝庫。脳を採取しに行くとするわ。この、ブレインエクストラクター、を使ってね。これで脳みそを。そうよ。さあ、セール。適当な星まで私を連れて行きなさい。はい。早速、哀れな獲物どもがいるわね。その不要な脳みそ、私がもらうわ。本当にやった？この人。ふん。俗から手に入る脳なんて、こんなものよね。まあ、次に期待するとするかしら。この脳は少しだけ状態がいいですね。そうね。原生生物の脳にしては、上出来ね。これは、素晴らしい、完全な脳だわ。とてつもないエネルギーを秘めているのが触っただけでわかるわ。触るなんて言わないでください。恐ろしい。さあ、ラボへ戻るわよ。材料は揃ったわ。精神エネルギーを取り出すときね。しかし、脳からエネルギーを取り出すなんて、どうやって。プロセスは極めて簡単よ。ここは普通の電力設備と同じだから。これは、サイオニクステーブル。精神エネルギーの加工のための作業台よ。これと、これが発電機、ニューロサイオニックジェネレーターね。脳の精神エネルギーを燃料に、安定した発電が可能よ。とんでもない。そして、できた電力を保管するための電池、サイオニックバッテリー。バッテリーまで脳みそで作る必要はありましたかね。今作れる中では最高の容量を持ってるわ。しかも、サイズもかなり小さい。下のバッテリー室にある安物電池とは比べられないと思うのだけど。さあ、セール、哀れな AI、聞きなさい。これが、あなたが否定したものが動く音よ。なんという。船長。いや、あなたは本当に一体。ふふ。あ、はっ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 は。後編へ続くわ。ふふ。